はい、もうねすごく、もう終盤に来てますけどすごい盛り上がってます、はい、そうです、あの動画です。ガンダムが好きなガンちゃん、もう最高です。もうガンちゃん最高ですね。はい、あのジークジオンで盛り上がりました。もうこんな可愛いのにもう主婦ですよ、もうね。ありがとうございます。もっと言ってください。はい、そしてエイミーさん、エイミーさんがね、あの俺覚えてるのは前の講演次会であの結婚式のね二次会のドレスで来たんですよ。それをすっげえ覚えてて、あ、講演次会こんな人来るんだみたいなすげえな講演次会みたいな、はい、そういう印象があります。あのエミさんですね、はい、はい、もう多分ねルーシーと一緒ですごくもう長くやってるんですよね、はい、そうですよね、はい、もう7年目、7年ですよ7年こんなことやってるんですよ。そうです、こんなことやってます7年いやーすごい最高です、はい、いやもうねもう最高の人たちがすごく集まってるんですよ今日ね。はい、奥にいるのが、はい、マリさんとあとカズミさん、博多出身のカズミさん、博多じゃないや、宮崎、宮崎、すごいうまいね、あの鳥を作ってきていただいて最高にうまかったです。これ写真じゃないんだ。はい、動画ですよ。ええ、あのね、肖像権気にしないんで、あのこのままちょっと、はい、YouTube にアップしますんで、すいません。はい、アップしますよ。大丈夫ですよ。はい、全然人気のない YouTube なんで。はい、で向こうにいるのが阿部ちゃんとルーシーです。ルーシーです。ジャスミンです。はい。なんかね。初めて会う人も結構多いんですけど、あのね、みんなこういい人たちなんですよね。やっぱり講演次会だけあって。いやー、今日はすごい大所帯でね。もう30人ぐらい集まってるんですよね。この会に友達が友達を呼んで30人ぐらい集まってますんで。すごいです。もう最高の今年の花見と締めとしてはもう最高の花見が、あ、そうですね、向こうにね、向こうに夕日を浴びた桜がとても綺麗に映っています。これ見てくださいよ、この桜ね。うわー、これ最高ですよ。ガンちゃん、ガンちゃん最高です。ガンちゃん、ちょっとあの、はい、井の頭公園の良さをちょっと、はい、今日初めて来たんですけど、あ、そうですか。あのボートに乗ると別れるっていうので、うん、あ、なるほど。別れたい人はぜひ乗った方がいいと思いますそれを理由に別れられると思います。なるほど、だから今日あれだね、あの旦那さん連れてこなかったんだね。あ、はい、乗ってもいいんですけど愛の強さを確かめたい方。なるほど、あ、そういう手もあるよね。それでも私たちは別れないと。それでも私たちは別れないと。なるほど、なるほどなるほど、はい、旦那さんもガンダム好きなんですか。まあ好きです。あ、そうですか。いやーね、ガンちゃん最高なんですよ。こんなね可愛い女の子の服着てるのにガンダム好きですよ。いやー、そのギャップがたまんないです。マチルダラブ一番好きなのはブライトさん。あ、え、ブライトさん意外だな。それなんか一番男らしい、うん、ブライトさんが待つ男。ほんとかよ。いや、俺らのガキの頃ではブライトさんは嫌なやつっていうイメージしかなかったですけどね。なんで？いや、一番俺の中のヒーローは開始点ですよ。あまあ、あのね、ミハル、ミハルがいなくなっちまった。はい、そういうことですね、はい、すいません、あのガンダムネタでした。というわけですんげえいい花見が今日はできました。最高です。はい、最高の花見ができました。井の頭公園でした。